この店舗、非常に人気の店舗でございますが、これはロードサイド店舗と呼ばれております。明日3月23日東南アジアにおる、おける当社のロードサイド1号店がオープンします。この第1号店は、バンコク東部の、パタナカンという通り、パタナカン通りに位置しています。この新しい店舗ユニクロパタナカンの詳細をご説明する前に、ユニクロの店舗について、そしてユニクロのブランド体験のために店舗がいかに重要であるかということについてお話をさせていただきたいと思います。まず店舗ですが、店舗は、ユニクロの事業を成長させるために非常に不可欠な要素です。我々はユニクロ事業は、1984年広島、日本の広島という都市において最初の店をスタートさせました。この最初のユニクロ店舗が成功を収めて1985年ロードサイドの1号店をオープンしました。この店舗がその後の、ロードサイド店舗成功の、プロトタイプとなりまして、ユニクロ事業の発展の、揺るぎのない、大きな基盤となりました。ロードサイド店舗の魅力について、お話をしたいと思います。ロードサイド店舗には、様々な魅力がございます。我々はユニクロのロードサイド店は、東南アジアのお客様に全く新しいユニークなショッピング体験を提供できる、そのように。はい、質問ありがとうございます。ちょっとまあ具体的な店舗数はちょっとまあお話しできないのですが、現在165店舗で、約日本円で1000億円の売り上げがありますので、まあその事業規模を3倍にしたいと我々考えてますので、まあ現状の3倍ぐらいの、店舗数を、まあ少なくとも構えていければなと思っております。You want to grow your business within 2020 by 3 times from now or 30%? I'm not sure. I would like to confirm. Oh, 30% per year, annual growth.Is Thailand the last chance, country for Uniqlo outside Japan? Because you chose Thailand as the first country to open a site in this region. まあ、東南アジアにおいて、まあ、タイのお店から、出店していくという、まあ、理由について簡単にお話しさせていただきますと、まず一つは、まあ、タイという国は、まあ、東南アジアの中でも、まあ、一つの、まあ、経済成長に非常に、著しい国の、まあ、一つであるということと、もう一つがやはりモータリゼーションの発達が非常に目覚ましく、まあ、それによる生活スタイル、ライフスタイル、買い物の購買習慣、こういったものが、まあ、まさに変化しつつあるんじゃないかというふうに考えております。でまたロードサイドのお店はですね、普通のモールとかに出店するのとちょっとやや違いまして、これはまあ土地を所有されているオーナー様との、まあ、ご縁みたいなものが非常に大事でして、まあ、今回パタナカンの、お店に関しては、まあ、オーナー様との非常に
良い縁がございまして、出店するという経緯に至ったということでございます。